7月22日のケリヒメスイーツ。今絶賛ブオーンっていう音が聞こえてると思いますが、絶賛ではないな。大玉キムシを作りながら、あと10分ぐらいかかるんで、お、じゃあケリヒメ撮ってたらちょうどいい時間だなっていうね。ほんとケリヒメの収録に関してはね、気遣いしないからね。だってさ、普通の動画、まあこうやってる人多いと思うけど、やっぱ収録の時ってエアコン切ったりとかするんですよ。一応なんだろう、マイクのガードとか使ったりして雑音とか入らないように気をつけてはいるけども、エアコンの音ね、意外と入るんだよね。風の音って結構入るんですよ。そのうるさいって感じじゃないんだけども、つけてる時とつけてない時ってのなんていうんだ、やっぱ空気の音的な、風の音ってよりもなんか空気の音って感じのがね、どうしても入ってしまうんで、やっぱ消すんですけども、それを考えたら、電子レンジでなんか調理しながら撮るのね、ほんとおかしいんですよ。今日はおかしくやります。いや、今日もですね。さて、どこやりましょうかね。ババラ学園のは、達成報酬が山ほど残ってるし、謎の変死もそうだし、まあ、達成報酬系がね、山ほどほんと残ってるんですよね。簡単なのどこら辺だろうね。ここもさ、結局、襲来系。あ、昨日やろうとして長いからやめたって言ったとこあったね。亡霊騎士のかな。ここもアイテムは問題なく取ってるけども、クリア数30回。うわー、ここ全然やってないっていうか、なんでゼロなんだろうね。リセットされてんのかな。なんか同じ内容の達成報酬をまたやるために、今までの、あ、でもさ、そう考えるとゲリメって使いま、あ、すいません、使い回しじゃなくて、復刻のステージがいっぱいあるじゃないですか。で、その、前回の引き継ぎ、要は同イベントの前回のクリア数とか引き継ぎでやれるから、だからそのタイミングで終わらせられなくても、復刻の時に続きからやれるみたいなのあったりするんだけども、それがリセットされちゃってるっていうのは、珍しいよね。なんだろう、なんかやらかしたのかな、データ消失系というか。新規ステージではないもんね。なんか全く同じ、その復刻のように見えるステージでも、新規でね、その側は一緒だけども内部的に新規になっててっていうステージは今まで何度かあったんですけども、そういうのって結局今新しいのをダウンロードしてるよっていうのがね、最初に表示されるんですよ。でもないってことは、その側も内側も一緒なんだけども、その内部のプレイヤーデータ的なやつだけが消えた。ただステージのクリア、ね、ランク10まで終わってるから、それは反映されてるから、ほんとこのクリア数だけがリセットされてるっていうのが謎なんだよね。その謎の実態を知るべく、我々調査班はアマゾンの奥地へと旅立ちませんでした。またボーナスもらえるってのはいいけども、なんかちょっと納得いかない部分もあるよね。イースターの達成報酬も全然終わってないというか、うわ、この微妙な終わらし方気持ち悪い。せめてクリア 100% にしよう。3つ目だから、王冠かな、だね。邪魔者は倒していくよ。敵キャラに合わせて攻撃しちゃうやつだと王冠を取りそびれて終わっちゃうみたいのがしばしばあるんで。ではここでは広い範囲をカバーできるカイト15周年、クリア自体は楽々チンチンだから、範囲のあるやつさえ使っておけば大丈夫。なんかこういう鳥系の敵でやたら回避率の高いやつが出るステージだったよね。イースター系だっけ、あれは。なんか厄介だったけど、今となってはちょっと面白いなっていう。あ、まさにここですね。結構今ね、目には1回ぐらいしか見えてないけど、多分ね、結構な回数ミスってるんですよ。カイトはヒット数が多いからそれでも開かないだけどもね、数打ちゃ当たるで。実際は回避率が結構高いはずだ。なんなら周りのやつもね、ミスって出たから、やっぱ回避率が高いんだと思う。ここはランウェックいいね。ヒット数、うん、ヒット数あえて少なめのを借りて、いかにやつらの回避率が高いかを
見てみましょう。まず通常ウェーブのところはカイトでしっかり王冠を取って、乱入ボスのところでチャレンジ。美食家でやってもいいな。美食家のヒット数自体はそんなにないからね。それで何発分ぐらい当たってないかを見る。カイドのヒット数はね、これね、あ、ここのウェーブも結構回避率高いんだね、鳥。うん、ジュルルルルンってね、多段ヒットが高速で当たるから、うん、見極めが難しいけど、ゆっくりヒット数を重ねる系。今検証のしようと思った瞬間に接続不良で画面が飛ぶっていう、大事なところだけ見えなかった。俺もあのキャプチャーしてる画面の方しか見てなかったから今まあ倒せたから別にいいんですけども、検証しようとしてる時に検証結果が見られないっていうとんだアクシデントですね。まあそういうのもね、本来ならやり直して再収録するんですけども、俺のこのシリーズではそんな凝ったことはしませんそれもまた一興ということで、うん、じゃああと 50% オフあるからこの隙に、えい、いやしばらく、うん、上げてなかったから結構がっつり上がりますね。最近取った経験値アップアイテムというか、経験値たくさん突っ込めるぞ装備、あいつらのおかげで、うん、レベルも上がったからね。レベル1のミクがいるいくらかかる？半額で。おお、結構長くかかりますけども、1143。ちょっとタームレに、えい、別にこんなことする必要もないんだけどねどうせ使わないだろうからしばらく。よし、そんな感じで今日はこれぐらいにしておきます。また明日。